現在全日本プロレスの中で最も勢いのあるこの男たち。これが俺だ、俺だ。ノーフィアー、ノーフィアー、ノーフィアー。チーム名ノーフィアー、大森高山組である。恐れるものは何もない、それがノーフィア。 6.4 札幌大会では他団体に流出していた全日本最古のベルト、アジアタック選手権を奪取。さあ丸め込んだ、丸め込んだ、どうだ、ガーッ、この苦しさ。さらに 6.11 日本武道館、元世界タックチャンピオン川田和枝組との戦いはノーフィアが勢いだけではないことを証明。見事四天王の一角を蹴散らしたのである。そしてタッグチーム最強の座を目指すノーフィアーにさらなるチャンスが訪れた。それは 7.23 世界タッグ挑戦である。こっちはチャンピオンなんだ、別に向こうにチャレンジとかそういう関係なんだ。全然気になるね。2回目のアジアの防衛だよ。そうそうそう、今日俺が勝ったらノーフィアーってお前らも叫べ。武道館それでいっぱいしろ。試合終わった後は大森と俺でベルト6本持ってるかな。行くぞ、ノーフィアー。不運級を告げる全日マット、昨日の勢力地図はもう伝えない。第66代アジアタック王者大森高尾、高野義雄の組、史上初アジアタック王者が世界タッグ戦に挑みます。全シリーズ6.4札幌でのアジアタッグダッシュ、そして4.11日本武道館、田植え川田組撃破、その記録を取り戻し始めた。向かうところ敵なし、ノーフィアー。自分たちは外人以外のそれ以上のインベーダーである。恐れるものは何もない、アジアの先に世界が見える。今大森高山組リングイン。荒れるムーブメントの嵐、小橋健太、秋山純から奪い取った世界タッグの2本のベルト、インターナショナルタッグ、そして BWF タッグ、世界タッグの初防衛戦。昨年末の世界最強タッグ決定リーグ戦から外国人チームの旗頭として立ち上がったムーブメント、ジョニーエース、バートガン組が入場してまいりました。会場16,300人、もう復帰に達しようという日本のベルトを束ねたジョニーエース、バートガン組、今近づいてまいりました。ゆっくりとリングに上がります。そしてこちらがバートガン、左のパンチが火をつけた。今ジョニーエース、そしてバートガン組がリングの中に入ります。何を思うか、アジアタッグチャンピオンの大森、そして高山です。日本勝負を行います。なお挑戦者チーム275ポイント、高山義弘、世紀末の怪物高山義弘、265ポイント、大森高尾、アジアを取ったアックスボンバー大森高尾。裏がコーナー世界タッグチャンピオンチーム265ポイント、バートガン、歴史を打ち抜いたゴールデンレフト、バートガン270ポイント、ジョニーエース、時代を砕いたエースクラッシャージョニーエース、世界タッグ選手権試合を迎えました。こちらが挑戦者チーム大森高尾、そして高山義弘。アジアタッグチャンピオンが世界タッグ戦に乗り込んでまいりました。放送の解説は週刊ゴング編集人竹内康介さんです。あー、いきなり突っかけた。まず挑戦者チームが行きました。エースを蹴落としてバートガン、ドラゴンになりました。ダブルのショルダー、エースが戻ってきた。見つける挑戦者チーム、エルボーです。今度は逆に大森が孤立しました。序盤からラッシュをかける両チーム、アリアット。さあそしてバートガンのキック、フォアボールの体勢だ。合体技が出るか、フォアボールからエースクラッシャー、
十分。今度は高山が捕まっています。そしてエースでした。ムーブメント勝った。ジョニーエースが大きくアピールします。序盤からラッシュとなっているこの試合、放送の解説は週刊ゴング編集竹内康介さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして今日はゲスト解説ということで、前世界タッグ王者の秋山純選手も放送席にお呼びしています。秋山さん、よろしくお願いいたします。お願いします。さあ序盤か、傑作の外まで飛ばされました。さあ試合の権利はジョニーエースでありますが、場外戦でバートガンが大森高尾を傑作の外まで飛ばしていきました。まず竹内さん、はい、序盤からこの荒れた試合となったんですが、これどう分析されますか。まあ、スターターノーフィアが引っ掛けたんですけどもね、ここに来て一気にやっぱりチャンピオンチームの方がですね、勢いを増してきましたね、はい、あそして傑作攻撃です。放送席前、なんだか16,300人、日本武道館がどよめいています。チャンピオンチームジョニーエースバートガン組対チャレンジャー大森高尾高山義弘組、戻されました。待っていたのがジョニーエースです。さあ前世界タッグ王者の秋山さん、はい、このエースガン組の怖さといったらどのあたりになるんでしょうか。そうですね、エースはもう全体の、ね、試合を見ていけるんでね、その点はすごい強みだと思いますけどね。なるほど、はい、さあそのエースがまず大森に対して打撃技、ここでバートガンです。さあバートガン、あの 6.9 仙台大会、このバートガンの左のパンチが小橋を直撃しました。このパンチにより小橋は戦闘不能に陥りました。世界タッグのベルトの最初の攻撃と言っていいでしょう。起点となったのがこのバートガンの左のパンチです。さあ大森を追い込んでの逆水平。さあそして竹内さん、はい、今日は世界タッグ選手権試合ではありますが、アジアタッグチャンピオンが乗り込んできましたね。これはまさに史上初ですからね、アジアから世界タッグへまさに夢をかけてくれましたよね。そうですよね、まあ、チャンピオンチームのエースガン組としてはこの世界タッグの初防衛戦、しかしチャレンジャーの大森高山組にしてはアジアとそれから世界タッグの統一戦、そんな気構えでありましょう。さあ場外戦です。あバックマッター、バックドロップだ。ジョニーエースのバックドロップ、高さがある、床が揺れました。さあ秋山さん、はい、チャンピオンチームエースガン組ラッシュかけてますが、はい、この辺りの衝撃度、技の決まり方いかがでしょうか。今落差ありましたからね、かなり効いてるんじゃないかと思いますけども。秋山さんにとっては苦い思い出ですが、 6.9 仙台大会、はい、ジョニーエースのエースクラッシャーで秋山さんがスリーカウントを奪われたんですが、はい、あの試合とこの試合、まあ、チャンピオンと挑戦者という立場は変わっていますが、はい、エースガン組今日の動きいかがでしょうか。そうですね、まあ、エースがね、相手が若いチームだと思わずにやけば僕は大丈夫だと思うんですけど、はい、やっぱり大森とかも勢いだけじゃないですかね今は、乗りに乗っているノーフィア大森高山組です。今日は世界タッグ戦、アジアタッグチャンピオンが世界タッグ戦に乗り込んできました。これはもちろん歴史上初の出来事であります。さあ大森がエプロンサイド抱え上げているのはバートガン、滞空時間の長いブレンバスター、そしてエルボーを落とします。連発です。すぐに起き上がって連続での攻撃カバーします。ツーカウント、左の肩が上がりました。さあ大森がやや捕まる時間が長くなっています。タッチ成立でジョニーエースです。低い体勢でのキック。さあそしてこの大森選手といいますと、秋山さん、はい、あのアジアタッグ選手権を、はい、このベルトを秋山さん、そしてこの大森さんで、大森選手で12回連続防衛、はい、ありましたね、はい、あの時の大森選手と比べて今現在の大森選手、秋山さんからご覧になってどうですか。もう自由にやってるんでね、一番大森のいいところが出てると思うんですけどね、はい、大森選手の良さがこの試合で発揮することができるか。高山がカットに入りました。さあ5分が経過しました。世界タッグ選手権試合、チャンピオンエースガン組、アジアタッグチャンピオンの大森高山組、外観が上がるのはどっちか。さあ5分が経過したあたりですが、竹内さん、
はい、ここまでの試合の攻防いかがでしょうか。完全にチャンピオンチームのペースになってますね。やっぱり大森高山もね、一気にやっぱりこのシリーズの勢いで持ってくるかと思ったんですけどね、やっぱりチャンピオンチームそうは甘くはないですよね。逆にその大森高山組としてはどこが攻撃の起点になるでしょうか。まあ、当然ね、最初のやっぱり突っかけから言ってね、一気にやっぱり畳みかけていこうと思ったんでしょうけどもね、やっぱりね、このやっぱりエースガンっていうのはね、ただ勢いだけでやっぱり攻略できないね、何かやっぱり不気味な力を持ってますよね。やっぱり片指です。高山の重いキックが入りました。そして同じ質問ですが、秋山さん、はい、この大森高山組としては攻撃の起点はどこになるでしょうか。いやもう今だと本当に大森の頑張りしかないと思うんですけどね、大森がなんとか頑張ってやってもらいたいですね。前哨戦ではこの両チーム大森高山組が勝利を収めています。さあ高山をも挑発しますジョニーエース。第37代の世界タッグ王者が勝つのか、第66代のアジアタッグチャンピオンが勝つのか、1万6300人が注目しています。ランニングしてのラリアット、さあここでカバー、タイビツーで返しました。捕まる時間は長くともこの大森の健闘に期待したい。ちょっとでもやられてる時間が長いです。そうですね、先ほどから赤コーナーチャンピオンチームはタッチは軽いんですが、これはガッチ、これを食らってはいけません。振り向いたところにバートガンが来た。ダイビングのエルボー、いい連携ですよね。さあ何を持ってくる。バートガンがセカンドロープ、パワーボムの体勢だ。まずパワーボム落としたところにバートガン、キロチン、そしてエビアタメット、2カウント。いや竹内さん、今のは危ないところでした。もう高山の得意技をですね、これ見よがしにやってのけるわけですからね。色中を落としてまいりました。そして今の連携、秋山さん、はい、いかがでしょうか。連携はね、やっぱりこっちの方が1枚も2枚も上手だと思うので、これ気をつけないとこのままいっちゃいますよ。そうですね、一つ張り手、そしてハイキック、逃げ場のないニュートラルコーナー、今度は逆サイド、ダリアットかわしています。よく見ていた大森、バックドロップ、高さがあった。バードガンのキック、左のバッチかわしている、よく見た、バックドロップ、そして手を伸ばす高山、ここで繋ぎたいところですね。さあ挑戦者チームにチャンス到来、今タッチ成立、高山義弘が入ってきた。まずエース、そしてバートナーを蹴り倒す、エルボーです、重いエルボー、高山さんとジャッピングにドロップキック、エースに向かって突進、ジャンピングに、そしてフロントスープレックス、カバーします、高山がカバー、ツーカウント。秋山さん、はい、今のジャンピングにいかがですか。いや聞いてそうですけどね、高山選手の打撃は重いですからね、一発入れば動き止まりますから。それが真正面から来ました、はい、さあフライングメイヤーから自らロープに飛んでスピードに乗ったキック、胸板に炸裂、カバー、ツーカウントです。さあ竹内さん、この中盤になってきて乱打戦になってきましたね。ここで高山いい動きを見せてるんですけどね、やっぱり大森とのつなぎを常に忘れないことですね。連携ですね、それがタックの王者になるべく義務であります。高山が天を見つめています。まだ起き上がれません。バードガンにタッチ、さあこれも何やら連携の匂いがしてまいりました。ロープに振ったニュートラルコーナーあたり、ラリアットかわした、ハイキック、エースに殴りつけるようなラリアット、ここでカバーします。ダイビースカウント。今日は東京地方34度にまで気温が上がりました。しかし今日この日本武道館、沸点に達しようというところ、高々と上げました。まるで小足のような滞空時間の長いブレンダスター、まだ落としません。高山の体重115キロ、まだ落としません。ここで落とした、すかさずカバーします。ツーカウント。秋山さん、はい、あのブレンバスターを抱え上げられている時というのはどんなことを考えているものですか。いや、抱え上げられている時よりもバートがこんだけ動いて、やっぱりここで上げるというのはすごいですね。スタミナありますね。さあここで大森にタッチしました。レックブリカードロップ。さあ今度は逆に大森高山組、敵を見せるのか。今日は何やら新しい合体技も準備している、そう語っていた大森高山組です。それが炸裂する時が近づいているのか。さあパワーボムの体勢で高山がセカンドロープ、何を持ってくる、
今のは竹内さん久々に言いましたね、合体パイルドライバーですね。脳天から来ましたね。2カウント、ドーどう2カウントです、2カウントです。かつてもタッグの連携の芸術品と言われた攻撃ですよね。これを出してきましたね。さあフラフラになっている状態のバートガン、逆サイドのユーズのコーナー、ラリアットを経過していました。ハイキックで現役した大森、さあヒールキック、これはよく見ていました。バートガン今のは自爆した分ダメージが残っている。ラリアットスピードに乗ったラリアット、そしてジョニーエース、コーナーのトップ、外国人のトップがラリアット、高山にも高山が吹っ飛んだ。リングの中には大森一人、ラリアット逃げ場がありません。ラリアットを連発する、力が入った、伸ばしている、後頭部へのエルボー、エースクラッシャー出てしまった、エースクラッシャー、ツーカウント、大森よく返しました。さあそして意識が遠のいている、あこれはコブラだ、コブラだ、坂山の連携、ニーリフト、そしてダブルアームスープレックス、さあ1回転して高山にタッチ。さあ竹内さん、はい、この辺りで挑戦者チーム仕掛けてまいります、仕掛けてまいりますでしょうか。高山としてやっぱり膝蹴りでしょうね、重い膝蹴り、エルボー、エースの闘争本能には気がついております。エルボー連発、ロピノンでスピード乗った、あっと腕を取った、腕を取った、腕を取ったぞ、さあどうする、腕式に、腕式に行く、まだロックしていますエース、これが外れると関節可動域を超えてしまう、腕が伸びきる、あっと入ってるか、入ってるか、どうだどうだ、腕式逆十字、レフリーが確認していますが、まだか、どうだ、世界を取るのか。サードロープに届きました。アジアタッグチャンピオンが世界タッグを取るのか、エースガン組が初防衛に成功するのか。一つ重い蹴りが入っていきます、あった、今見ていた、エースでした、一瞬の隙です。秋山さん、はい、同じレスラーとしてこのエースの得意技、エースクラッシャー、はい、どんなふうに感じますか。そうですね、ノーアクションで入りますからね、本当に分かんないですよね、本当に一瞬の隙ですよね、はいはい、それを食らいました高山です。そして非常にタッチワークが早い赤コーナー、バートガンがエースを投げます。ありがとう。さあそして一本指を突き刺した、さあサイドバスターの体勢からキラチンドロップ、ムーブメントドロップ、大森が間に合いました。いや竹内さん、このチャンピオンチームの連携万全じゃないですか。素晴らしい連携を見せてますね。第37代の世界タッグ王者エースガン組、その強さは今日この日本武道館で存分に見せつけています。さあまたもや連携だ、エースが捉えて、あ今のは DDT でしょうか。 DDT ですね、 DDT 前頭葉からいった、そして高さのあるエルボードロップ、どうだ、お返した、返しました、いい返しましたね。今木山さん、いいものをよく返しましたよね、はい。さあそしてゆっくりとキャッチングが入ったパワーボムか、これはバートバッシュですね、バートバッシュの体勢、バートバッシュ、ゴトム打ったぞ、ゴトム打ったぞ、間に合った、バットに入りました。アクスボンバー、まず大森がエースを叩き落とした、そして左のパンチだ、左のパンチこらえている、大森、あジャーマン投げ捨て、ジャーマン投げ捨て、エースはリングの下、世界を取る時が来たのか。さあ高山、先に立ち上がったのは高山、ここで大森、高山がよくここまで踏ん張った、あとは大森だ、あの瞬間が訪れるのか、狙いを定めています。青コーナーのトップ、高山が抑えて、あミサイルキック、顔が吹き飛んだ、エースを警戒しています。大森、あやっぱりここですね、攻め時は。秋山さん、今どう分析したらいいんですか。いや本当にもうここです、ここ攻めないと
現在エースがリングの下です。アジアタックチャンピオンが世界を取るか。落とした。さあエースが外だ。お、左の肩が上がった。竹内さん、はい、いかがでしょうかこの時間帯。ここはもう大盛りアクスボンバーの連発しかないと思うんですけどね。もうガンもフラフラです。そしてエースがリングの下です。さあサポーターを下ろした。そしてコーナーに向かう。まずは大盛り、このガンに向かってよし炸裂ニードロップ。秋山さん、このしぶとさ何でしょうか、はい、エースガン組32時ですね。やっぱりここまで来たらもう、さあエースが入ってまいりましたが、まずさあここで出るのか出るのか。抱え上げて、お、今のは竹さん体勢が崩れた。崩れましたね。崩れたの逆にこの危険度どうでしょうか。ちょっと鋭角に落ちましたけどね。ただ技としては完璧ではなかったですね。しかしどよめいている日本武道館。エースが戦闘不能です。バックドロップの体勢、バックドロップの体勢からネックブレイカー。このシリーズ連発しているこの得意技にしている技を出した。そして一本高中と拳を上げた。ギラチンドロップ、四天王を倒したにギラチンドロップ。そしてニードロップ、重い技、打撃技を加えたアジアタックチャンピオン。2カウントです。秋山さん、はい、あとプラスアルファすれば何でしょうか。アクスボンバーです。ここです、ここです、これですね。はい、右手をアピールしました。さあその時が来た。あっ、飛ばした。おー、左のブロー、ボディーブロー。なんとこれがあったのか。万全の体勢だと思ったんですが、まだバートガンの闘争本能120% でした。あ、そして高山にもアックスボンバー。うわ、取った、ついに取った、世界を取った、天下を取った。史上初タッグの三冠独占、そのチーム名はノービア。ついに大森高山組やりました。まず秋山さん、はい、率直な感想をお願いいたします。そうですね、複雑な気持ちですけどやってくれましたね。複雑の気持ちというのは何でしょうか。はい、僕らが負けたね、やっぱりチームにね、ここで一番大きい舞台で勝ったということはね、ちょっと複雑な気持ちはありますけども、その思いとしては小橋、はい、秋山組これからどうしましょう。行くしかないですね。さあ新チャンピオンの戦い見て竹内さんいかがでしょうか。まあ、それを知らないチームがですね、とんでもないことをやってのけてくれましたね。さあそしてこれでアジアタックと世界タックの合計3本のベルトを独占することになりますね。そうですね、これは史上初、どういう展開になっていきますかね。さあこの歴史的な一戦、17分と30秒、最後は大盛りでした。何も恐れるものはないぞ、ほらノービアー。やっぱ組み始めた時はね、でっかい体の大ボラ吹きみたいな感じだったからね、これが間違いないことを皆さんに見せれてよかったです。今までなんだかんだ言ったやつを見返しやりましたよ、うん、おい見ろよ今日の試合、ほらおい誰がどう見たどれの勝ちだろう、ほら四天王5秒関係ねえ、誰でもいいから来い、この野郎面白くしてやるよ、お前うちのリングはおい誰でもいいからかかってこい、ベルト6本持って待ってるからな、行くぞ、ノーフィアー。